皆さんはパソコンとか機械は得意ですかなんつって、うん、なんつってね、すごい癖がすごい、うん、癖すごかった、どうしたのいきなりとかですなんつってパソコンの設定とかできる自分で、でまあ、うん、ある程度はできるかな、あいちゃんさすごい編集能力とかね、機械強いよね、うん、結構やれる、私も結構いじれるよ、いじれる、うん、全然なんか説明書とか見るタイプ、2人見ない、全然見ない、やっぱ見ないよね、いやあやや見なさいよ、見た方がいいよ、いやあやね全然ほんと機械音痴だからね、うん、しかもさみんながさ iPhone の中一人だけ Android だからさあの教えるにもできないし、やめなそうなんかみんながさなんか、うん、なんかね、みんなのさ共有するアプリとかの説明とかしてるじゃん、うんうん、アプリじゃないよあれ、えアプリじゃないの、エアドロップでしょ、あいやなんかそっか、エアドロップできないんだ、できないからちょっと名前がわかんない、やめなめな、だから自分で必死にさみんなと同じやつ探すじゃん、うん、検索して出てこなくてあそうねショップみたいなの違うんだよね、なんかアプリのあれが違うんだよね頑張ってなんか追いついこうとしてる、うん、スクエスもさ全然分かんなかったもんねえこれどういうこと、うん、みたい な、 なんか練習が何みたいなタッチするとさ違う方向行っちゃったりするんだよね、うん、なんか私の手のなんかさもうそれ買い替えた方がいいそうだね、そうかもしれない、うん、壊れてんの、壊れてるよ、何気にさ叩けば何でもさ機械っていやな、いやなんないから、なえ嘘本当、いつの時代やっぱあや 年齢が違う、あれあれやめな、22歳ですか本当に、やめなですかやめなやめな、ちょっとみんなより年下だからねいやああすいません、あみんなでもまあ各々機械得意でみたいな感じだね、うん、でもなんか最近なんかいろいろチャレンジしてるじゃん、そう頑張ってる、頑張ってるよね、でもなんかもうアナログに戻ろうとしてる、インスタントカメラとか使ってる、あそうだね、確かにね、戻ったりしてるけど、うんうん、まあちょっと順々にだって順々に頑張っていこうかな、うんうん、確かになんかさ前回のラジオ前々回ぐらいにアリサが私の、ねうん、なあなんだっけ名前じゃない、ね、年齢ですか、そう言ってくれて私22歳です、ここでちゃんとちゃんと言っとこう言ったんです ね言っとこう、あ本当ですかそれは、いやマジ割とマジ、いやでも実際は30代ですよ、ね、やめてよそれ出ちゃうんですみんな同い年のメンバーだよね、1年生はねやめてよ変なダンスは一応言っとこうかなと思ってね、そこら辺ちゃんと、ちゃんと言っとこうかな、よかったよかった、うん